下永田一丁目よりビビです。チャーヒーです。はい、はい、ということで本日もここパンツチョップアベニューよりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、はい、今回は何ですか。なんと、はい、チャンヒーといえば、はい、何ですか何ですか。はい、皆さん思い出してください。ミスターチャンヒーといえば何でしょうか。コーチジャケットです。そうでございます、はい、コーチジャケットが今年入荷したんです。あ、今年もこの時期になってしまいました。この時期になりました、はい、しかもね今回は、はい、もう去年からパワーアップした。あ、そうなんですか。スーパーなコーチジャケットが届きましたんで、マジっすか。ぜひともね大野さんとともに、はい、コーチジャケット会いっちゃいましょう。はい、レッツゴー。はい、ということでデニムキングの大野さんでございます。はい、お願いします。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 何やら、はい、スペシャルなコーチジャケットが入ったということでちょっと新作を紹介してもらっちゃいましょうか。はい、お願いします。はい、これね、今まであの、はい、そうっすよね、チャンヒーさんなんかをね、はい、してた、まあ、これとは違うんですけど、この、はい、ちょっと前のやつですね、僕が持ってるのは薄手というか、はい、あの裏がね、そうですよね、裏がついて るこれですよね、普通の、はい、普通のこれっつっても、ね、質がいいんですよ、これコーチジャケット。ほんと着心地よくて、うん、だってバンド界は音楽界隈でコーチジャケット売ってるバンドとかいるんですけど、はいはい、いやこんな高級なコーチジャケット見たことないですよ僕。なんかメッシュっぽい、なんか3つがなんかそういう系とか、そうですね、こんなに、はい、もスペシャルですね、まあ、これ去年モデル、まあ、去年モデルですが、まああれですね、前のあれですね、そうわざとこれを見せたってことは、はいはい、何やら今回新しいのはちょっと違うんですか。なんか進化されてる、ね、進化、ちょっと進化音じゃ見てみましょう。はい、そうですね、あれ、あ、これはそうですね、あ、こちらが、はい、2色、はい、これブラックマタキかあったんですか。うちでは2色の2色、取り扱いというか、はい、はい、はい、でなんか早速ここら辺違う感じが、あ、そうですよね、はい、見とこう、ボア付きだからもう間違いなくあったかいですよね。コーチジャケットについにボアがついちゃったんですか。いや、おかしくはないよ。本当ですか、うん、コーチ暑くてたまんないんじゃないですか。これでもちょっと冬とかでもいけそうな、うん、いや、これコーチジャケットじゃないよ、もうこんなもう進化してますよ、はい、うん、すごっ、うん、コーチなんですかこれ。そうですね、珍しいですよね、こんなボア付きのコーチジャケットですね、はい、まあ進化したというか暖かくなったというか、はい、なんか腕もちょっとこれ入ってます、綿かなんか、もしかして今まで、ね、入ってますね、なんか今までより時々腕にボアついてるのもあるけど、はい、やっぱりボアついてると腕はね、はい、ちょっとまずいんでキルティングの方が間違いないでしょうね、こういう感じでね、いいっすね、コーチジャケットが寒すぎるってクレームが来たんじゃないですかこれ。ちょっとね、まあ着る時期がね、ちょっと、まあ、少ないっちゃ、ね、今から、うん、11月ぐらいまでの感じか、今までのはね、はい、うん、これはね、これ意外といけちゃいますか、これからいけるでしょう、はい、うん、もちろん後ろ、デザイン、ね、後ろのデザインどうなってるのか、はい、おお、比較的おとなしいね、一色でね、刺繍が入ってますから、確かにおとなしめですね、おとなしい感じが、でもおとなしめのが着やすかったりしますよね、うん、はい、そうですね、うん、確かに、こうそっちの色違いもあるでしょう、はい、比較的おとなしい色目、あ、こっちは目立つか、あ、確かに色合い、キャメル、うん、あるよね、あ、目立つ、こっちの方がまだちょっと明るいか、そうですね、でも全然、でも、まあでもね、うん、これぐらいの一色でのお刺繍だから、はい、ついに、じゃあチャイさんどうするんですか、コーチジャケット進化しちゃいましたよ、進化しちゃいましたね。だってコーチジャケットって俺薄っぺらい、こういうなんかペラペラしてる感じのやつだったのに、確かにだいぶコーチジャケットがもう全然もう、はい、これ普通にだってすごい重量感も変わってきましたからね、全然違うでしょこれ、はい、すごっ、こんなにいきなり、うん、進化した、でも値段そんなにね高くなったわけじゃないよね、確かに、いくらなんですかこれは、3、4000円ぐらいしか変わんないか、3、4000円変わったっけ、3、4000円、3000円ぐらいですね、はい、1万5800円のプラス、はい、はい、まあでもそれ分これついてますから ね、だいぶ、あ、でももしかしたらコーチジャケットの形が好きで、はい、もうちょっとあったかいなったらいいなっていう人は中にいたかもしれないですよね、この形結構かっこいいんで、
まあ、お客さんの声もね、はい、あれでしょうしね。だからこんな新しいコーチジャケットができちゃったのかもしれないですよね。いいっすよね。なかなかないですからね、うん、本当にこういうタイプは。いやでも、こういうやつの良さっていうのはもう、はい、例えばうちにいてもう本投げといたって、ね、市役者になるわけでもないし、確かに車の中にね置いといてもうね、そうっすね。いやそんな気使わなくても、はい、そういうことですね。本当にで手軽に切れるし、うん、なんか全然、あそうですね、今年の冬はこれコーチジャケット増えるかもしれないですね、うん、こんなあったかいの、まあ、腕もね出ちゃった、腕の太さあるとちょうどいいかもしれないね。確かに、うん、中一枚羽織った時とかも、うん、そうそうそう、余裕もあります。これでね袖があんまりきついとかね、はい、太いのも困るけど、うん、あんまり細くてもね動きづらいっていうか、そうですよね、窮屈になっちゃいますもんね、うん、まあ、ほどほどのちょうどいいとこを、はい、ちょうどいいとこを狙って作ったんじゃないですか。でこれ今すごいあったかいあったかいって言ってるじゃないですか、はい、こうやって触ってるじゃないですか、はい、すげえ後ろこれ牛のファーミコンあったかいんですよ、こここれちょっと小野さん、ね、なんかこの前あれなんか違うの発表したこれ牛と違くないですか、なんかこれあれなんかジップかぶりもんじゃなくなってますよね、かぶってたね入荷したんですかこれ今年も、ね、こんなまたこっちの色まで、はい、ちゃんとジッパーで登場これもこれでいいっすね、肌触りこれはこれでね、これ意外と外あれですよね、こんなあったかそうなね、中はこうツルツルしててね、はい、コーチジャケットいい感じで、いやまさかのねこれジッパーがタイプが今年こんな出ると思わなかったですね。かぶりもんがもうどっか行っちゃいましたよ、はい、もう売れたの、もうなくなっちゃいました、もう。いやでもこれ販売したわけではないけどなくなっちゃった、はい、これから出てくるでしょう、ね、ちゃんと出てきてくんないと困りますね、はいはい、まあじゃあちょっとこのコーチジャケットをとりあえずちょっと一回オンさん着てみてもいいですかね、はい、どうぞ、はいはい、じゃあ行っちゃいましょう、レッツゴー。はい、着てまいりました。おお、はい、いやなんか上品ですね、上品です、コーチジャケット、いいですねこれ、本当にあったかい、あったかいですか、どうですか、うん、ミスターコーチジャケットのチャンネル、今は暑いですけどこれ暑い、暑い、はい、今はちょっと暑いですけど、でもこれからには全然、これからね、はい、どうですか、え、やっぱもう着た感じ今までのと違う、いや全然違いますね、はい、これ40なんですけど、うん、やっぱ自分普段は38なんでちょっと、うん、な早速38が売れちゃったらしくて、ほうほう、いやなんでそんな、はい、すごいっすよね、小野さんもう売れちゃったんですか、38、まあうちとしては珍しく早く売れました入荷直後に売れてしまったで、だから、まあ、ちょっと38は1枚しか入れてなかったんだよな、あら38はで46とかでかいのは1枚じゃないんですよなんでそっちにも比重がちょっとやっぱでかい方にいっちゃってるんですよね、いやでも全然、はい、まあ、そいやでもいい商品だよこれね、はい、全然、うん、まあこれやっぱり T シャツみたいにいろんな色を使ってるよりはね、一色の刺繍っていうところがいいかもしれないね、確かに、うん、すげえシンプルでいい、上品な感じがして、うん、今日のあと格好にも似合ってますね、これ、あ、本当ね、シノパンにはもうシノパン何でも似合っちゃうんですね、確かにやっぱ万能ですね万能すぎますはい、そして平さんのバーガンディはどうですか、いやー、うん、いいっすね、バーガンディーバーガンディーでまた人生にね、はい、合いますよね、確かに合ってますね、うん、すげえ、やっぱ後ろから見た感じすごいいいな、うん、平さんバッチリじゃないですかこれ、いや平さんちょっと待ってください、ちょっとこれ燃え袖入っちゃいましたね燃え袖ですがもう出てないぐらいの、なんだよ燃え袖、燃え袖やっぱちょっとでかいから、はい、僕も燃え袖、あ、平さんのちょっと長いかな、長いっす、ちょっとこれサイズ何ですか、42です、ね、42、肩幅とか全然ぴったりなんですけどね、うん、そうなんだね、うん、あれこれ40の上が42でしたっけ、そうです、はい、でもやっぱり40ではちょっとあれだろうからな、うん、頑張って手を伸ばしてくださいね、これは、はい、まあ着ていけばもう、そうね、はい、まあでもこのぐらいは、まあそのぐらいが欲しいかもしれないよね、はい、まあ中なんか着るとしたらそのぐらいあったもん、ね、いいですか、暑いです、暑いですか、早速暑い暑いかもしれない、だからもうほんとあったかいと思うよ、これそう、いやこれいいっすね、うん、もうこれから寒くなった時はちょっと羽織るのこれいいよね、うん、確かに、はい、いやねこれコーチジャケット買いで、はい、ちょっとこれもういい感じでこれで終わりでもいいんですけど、はい、ちょっとね
着たいのがあるんで、あ、じゃあちょっと履けてもらいたいって感じっす。履けました。はい、お願いします。レッツゴー。はい、はい、ちょっと色違いを、いや、いい、はい、こっちの色もいいですよね。こっちの色もいいね。これやっぱり血のりも合うね。もういいじゃん、トータル的に最高ですよ、うん、いいっすね、どっちも最高っすね。本当だね。サイズこれは40、これも40っすね。てか、いいっすね、お二方どうしたんですか。いやいや、やっぱそう、私もね、なんかこの頃変な格好しちゃって。いや、いい子、すごい似合ってる。いやいや、ね、うん、まあ俺やっぱそっちの色の大友さんっぽいっすね、なんかね。あ、そうすか。白黒の牛の、ね、いやいやいや、こっちもこっち全然いい、すげえ、いや、やっぱりいいよね。なんか普通にこれいい感じだなと思いますよ。これポケットはあるんだ。ああ、ありますね。これも熱いっすね。熱いね。これね、意外と、まあ、ほんと熱い。こんなに熱いんだ、この今日あたりで。いや、うん、すごく普通にこれなんか毛皮のコート羽織ってるみたいな気持ちですよ。もう上から見てると、はい、いや、軽くてね、軽い、暖かいというか、はい、暖かいというか今日は暑いというか、暑いですね。アベニューの中非常に暑いですね、これね。これもこっちも暑いでしょ。はい、これも暑いです。いや、まあ、でもこれも大沢出たばっかですからね。そうですね、今年のね。そうですね、また株人のやつがさっき出て、はい、こっちはね、後に、はい、後に、うん、フルジッパーのやつが後が出ましたね。私は完全にこっちの方が着やすいですね、かぶり物より。確かにね、はい、まあ大野さんはどっちも似合ってますけどね。いやいやいや、かぶり物好きの大野さん。いやいやいや、はい、いや、でもいい感じでございます。はい、はい、まあ俺らもちょっとコーチジャケットにあやかってちょっと着ちゃいましたけど、はい、ってことでね、はい、はい、これがダルチから出た最新のコーチジャケット、はい、ボア付きということで。そうですね、ありがとうございました。はい、BB でした。チャーヒーでした。カメラマン平野さん、そしてデニムキングの大野さんでした。はい、大変お見苦しいところをお見せしましたけど、チャンネル登録大変ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。